ヨーロッパを席巻した大ヒット海外ドラマ、ラストコップ。ドイツではシーズン5まで続く大ヒットを記録。フランスではシーズン2に突入し、爆発的な視聴率を獲得。さらに全世界でもリメイクが続々と進行中。そんな世界中で話題のラストコップがついに日本上陸。日本版主演は唐沢寿明、バディ役に久保田正尚、30年の眠りから突如復活した昭和なデカが常識無視の大暴走。